プロ野球結果、ソフトバンク完封リレーで、連敗は3でストップ。2024年5月5日。プロ野球は6試合が行われ、パリーグは、主位のソフトバンクが、西部に勝って、連敗を3で止めました。パリーグ、ソフトバンク、4-0ロ西ブ。勝ち、東浜投手2勝。負、墨田投手、二勝二敗。ホームラン、ソフトバンク、柳田選手四号。 ソフトバンクは1回、山川選手のタイムリーツーベースで先制し、柳田選手が4回にソロホームラン、7回には2点タイムリーを打ち、リードを広げました。先発の東浜投手が5回無失点、ヒット4本で2勝目を挙げました。ソフトバンクは連敗を3で止め、セーブの連勝は3でストップしました。日本ハム63オリックス。勝ち、杉浦投手1勝1セーブ。 西武、田中正義投手、一勝7西武ブ。府、宇田川投手2敗。日本ハムは2対3の8回、ワンナウト2塁3塁から、代々 C 選手が打ったゴロを、相手のセカンドがホームに送球しましたが、これがそれて同点に追いつきました。さらに、松本剛選手のスクイズと、水野選手の2点タイムリースリーベースで、3点を加えて勝ち越しました。 二人目の杉浦投手が2シーズンぶりの勝利を挙げました。オリックスは8回から登板した3人目の宇田川投手が踏ん張れませんでした。ロッテ4-1楽天。勝ち小島投手3勝3敗。負、岸投手1勝3敗。ホームラン楽天市原選手2号。ロッテは1回、角中選手の犠牲フライで先制し。 2回に中村翔吾選手、5回に角中選手、7回には藤岡選手のタイムリーでリードを広げました。先発の小島投手がヒット5本1失点に抑え、今シーズン2回目の完投で3勝目です。楽天は先発の岸投手が7回途中4失点で3敗目を喫しました。セリーグ、阪神4に巨人、勝ち、佐伯投手3勝1敗。 西武岩崎投手1勝5セーブ。府、高橋彩投手2勝1敗。ホームラン。阪神金本選手4号。阪神は3回、近本選手のツーランと佐藤輝明選手のタイムリーで3点を先制。8回には前川選手のタイムリーで突き放しました。先発の佐伯投手が、 5回2失点で踏ん張り、6回以降は4人の投手リレーで相手の反撃を封じました。巨人はヒット9本を打ちながらチャンスを生かせませんでした。中日、63、ヤクルト。勝ち、高橋博人投手1勝。西部、マルティネス投手9セーブ。府、小沢投手3敗。ホームラン。中日、石川高也選手、1号、細川選手8号。 中日は4回、石川高也選手のソロホームランで先制した後、5回はカリステ選手のタイムリーヒット、7回には細川選手の8号スリーランでリードを広げました。先発の高橋博人投手は6連続を含む11個の三振を奪い、9回にアウトまで投げ、3失点で今シーズン初勝利を挙げました。中日は連敗を3で止めました。 ヤクルトは先発の小沢投手が6回2失点と高騰しましたが反撃が遅く連勝は4で止まりました。DNA50 広島。勝ち大抜き投手2勝3敗。不9里投手3敗。ホームラン。DNA 佐野選手1号、僕選手4号。 DNA は4回、佐野選手のツーランで先制し、6回に牧選手のツーラン、7回には佐野選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。先発の大抜き投手が丁寧にコースを投げ分けて、7回無失点、ヒット3本の高騰で2勝目です。広島の先発、キュウリ投手は開幕から6試合連続で勝ち星がありません。打線はヒット4本に抑えられ、 9回目の完封負けです。